なんかとろっとしてるんですよ。とろっとしてる。これ座布団です。座布団、また細いもゴツゴツした細ですねこれ。じゃあ続きまして生千枚、こちら最後名物の煮込みいきます。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。京都へ思い出す、どうも水京都秋です。今日は焼肉の名店に乗り込みたいと思います。場所はですね、烏丸通りの三条通りを、東に行って、ほんで東の通りをさらに東に行ったところにあるんですけども、焼肉屋の名前がホルモン三吉さんというところで名店復活ということで、今から向かっていきたいと思いますんでよろしくお願いいたします。そうしたら行ってくるぜ、ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー、行ってきます。そしたら行くぞ、中京郵便局ですね前が。ほんでこちら、はい、このビルですわ。手油の神のスラープさんが入っているこのビルの地下ですね。和牛ですよ。行ってきますよ。ここやな。お、いいですね。おしゃれなお店ですね。こんにちは。はい、ということで本日はホルモンの名店三吉さんやってきました。ありがとうございます。三吉さんのオーナー木原オーナーさんです。木原です、よろしくお願いします。お願いします。ここの焼肉は何かコンセプトあるんですか？あ、そうですね、はい、当時 の裏寺にあった時からの60年の秘伝のタレを使った、はい、味を再現しているので、はい、タレでガッツリ呼ばれてもらえ、いただいてもらえたら嬉しいなと思います。美味しい昔ながらのタレですね。あ、そうです、はい、当時のまんまの、はいはい、秘伝のタレです。ということで、まずはじめにオーナーと行くぞ。行くぞ。乾杯。乾杯。うまい、最高、最高。いくぞ、イエーイ、ゴーゴーゴー、ゴー、トリプルゴー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、やっと言えた、これいいじゃあね、お肉食べる前に、はい、こちら三吉きゅうりと白菜キムチからいただきます。三吉きゅうりが400円で白菜キムチが350円、安いです。はい、これでいくぞ。やっぱりね、このロースター、これがうまいそう。バーベキューヘルシーロースターって書いてありますけども、もういらん油が多くね、もううまみだけギュッとされる焼肉がいただけるんで楽しみですね、その秘伝のタレがね。キムチ、この料理作ったさで、もう本場の気持ち、うまい。そうですね、はい、もうむちゃくちゃうまい。ほんでこれが三吉きゅうり、三吉きゅうり、これうまそうやな。うん、さっぱりしたね、よう冷えたタレにごま油の風味が広がって、これからの季節、むちゃむちゃうまいわ。うん、ひんやり冷えたきゅうりが最高。はい、タンです。あら、またオーダー綺麗なタンですね、これ。もう、アッキーさんにバリバリのタン元を用意しました。タン元なんですか？はい。ああ、ありがとうございます。なんかこっちで、これ。カメラ使われてる、それ。やばいです、これ。この綺麗なタン元の、これ。この中にも食えそうやな、これ。
うまそう。これやばいな。あんまり焼きすぎたなんで、これうまそう。これこのままいきます。この塩味でいきます。じゃあまず田んぼとからいくよ。これうまそうやで。おい、いただきますよ。この脂の乗ったタン初めて食ったかもしれない。めちゃくちゃうまい。もう歯ごたえもコリコリしてうまいけど、噛んでいくうちに溶けていくね。これうまいよ。俺塩味もちょうどいい感じ。最高のタン、ぜひ食べに来てください。次は何ですか？これで、ひもとムカデ、カルビなんです。はい、ムカデってカルビなんですか？そうなんです。へぇ、はい、うまそうやな。焼いていきます。はい、そしたら行こうか。これが座布団です。座布団、座布団で、これがムカデ。うまそう。次からもこれ秘伝のタレゾンスは、もう京都一の秘伝のタレ。はい、俺もまだ食べてない。ほんでこちらが細紐ですね。細、また細い、もうゴツゴツした細ですね。これ脂がしっかり乗った、うまそうな細ですよ。これ肉厚の。これはですね、店長秘伝のこのニラ、ニラですね。これとこの京都一の秘伝のタレ、これですね。これなんかね、なんかとろっとしてるんですよ。とろっとしてる。これなんか氷みたいな。これは初ですね。これ、へえ。じゃあ続きまして、生千枚、ちょっとこれミニサイズ、通常これの倍ぐらいあるんですけども、はい、今日は味見でミニサイズ出していただきました。これあー、たっぷり味噌につけて、うわぁ、しゃぁ、はい、いくよ。たっぷり味噌をつけてですね、いただきます。濃厚味噌、ここの千枚すごいわ。何がすごいかって言ったら、噛めば噛むほど生なのに千枚の肉汁がむっちゃ出てる。うまいこれ。ほんで味噌もね、なんかほんまのその味噌ですね。あのなんていうか、コチュジャンとかに近いのじゃなくて、もう味噌に近い味噌なんで、美味しい。和風ですわ。うまい。焼けてきましたよ、これ。うわー、あんまりね、これ焼きすぎてあかんと思うね、これ。うまっ。うわー、いや、もうこの秘伝のタレに魅了された常連さんがどんどん来られますね、これね。うん、マジか。ありから、ありから。おしゃれ、ムカデ。ムカデ、いきますよ。ムカデ、カルビです。じゃあ、この秘伝のタレ、こいつは。このタレ、見てこれ。これ、これ。ボロッとしたこのタレ。これはどんな味するでしょうか。いただきます。うわー、うまー。もう口の壁にうわ まとわりつく。カルビももちろんうまいんですけども、この秘伝のタレでもううまさが倍増。やばい、これふわーんとね、フルーティーでね、ちょっと甘くて濃厚です。とにかく濃厚、とにかく濃厚。ザブトン、うん、まあ、溶けた。このカレー飲んだら他の焼き肉食えへんかったじゃん。ほんまうまい。うん、もう肉の脂をまろやかにさせてくれる。もう復活させたい。ここのオーナー、木原オーナー、気持ちが分かる。京都に伝え続けたい。そんな感じの京都ナンバーワンのタレじゃん。見てください、この細、この弾力ですわ。これ、この分厚さ、これプルプル、プルプル。
やばいな。ほんでこの、まあ簡単に言ったらなんかね、もうあんかけ風のタレですね、はい、それにしっかり絡めて、油が口の中で広がります。もう大洪水、最高ですね。うん、バジライト。うん、やみつきやな、この手が。この油がしっかり効いた醤油漬け、めちゃくちゃうまい。肉の箸休めに最高です。うまい。もうこんなうまいタレが出てきたらね、我慢できないわ。これ米も京都の宇治のサハラ農園っていうところのこだわりの米、これ光ってるだろ。これこの濃厚だれをつけて、うん、米もうまいわ、最高やな。このタレにこの京都の美味しい米、むちゃくちゃ美味しい。一緒に食べてみて、最後。いやー、今日はね、視聴者様の常連さんですね、トリプル5を練習して来てくださったそうです、はい、一緒にやりますよ。お願いします。ほんで三吉の3で3で、はい、はい、お願いします。そうしたら行くぞ、ゴーゴーゴー、三吉ゴー、レッツゴー、レッツゴー。あー最高、うまい。今度撮影続けます。煮込みです。おお、これ名物なんですか。これ名物、これも当時の味付けを再現してるんで、うまそうですね、はい、筋肉もですか。あのね、僕は和牛メインです。和牛の端材を使いながら、でまあちょっとホルモンも混ぜながらという感じで、はい、最後名物の煮込み、うまそう。これ和牛のホルモン煮込みです。はい、もういろんな筋とか、うまそうやな、たくさん入ってんな。あ、ホルモンっていうか、もうあ、ホルモンも入ってんな、いろいろ入ってんな。この九条ネギもうまそうやん。これ肉大量やな、これ。うわー、じゃあ名物の煮込みじゃん、いきますよ。まずちょっとスープ、スープです。うわー、うまっ。ほのかに甘いけど、甘すぎず、もうあの肉の旨味がむちゃくちゃ詰まった、そんな煮込みになってますけど、じゃあ行くよ、これ。うわー、名物です。いただきます。もうトロトロの和牛がもうそのまま煮込まれて、もう超贅沢な煮込みになってる。うまー、肉も柔らかくてめちゃくちゃ出汁が染み込んで最高じゃ。ホルモン三吉さん最高なんで、皆さんぜひお越しください。ゴーゴーゴートリプルゴーということです。ありがとうございました。はい、ということでごちそうさまでした。ホルモン三吉さん、もう知る人ぞ知る名店ですけどね、ちょっとビルの下にあるんで分かりにくいかもしれないですけど、ほんまにむちゃくちゃうまいタレでした。ありがとうございます。もう最高でした。このタレをね、京都で広めたい。はい、もっと広めましょう。ありがとうございます。肉もうまいし、タレもうまい。ぜひホルモン三吉さん食べに来ていただきたいと思います。ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、せーの、愛してます。おりました。ありがとうございました。ぜひ来てください。ありがとうございました。待ってます。